ベダド・イビシェビッチは、ユーゴスラビア・ブラセニツァ出身の元サッカー選手。元ボスニア・ヘルセゴビナ代表である。現在は、ヘルタ・ベルリンのコーチを務めている。ポジションは FW。日本語表記は、イビセビッチ・イビシェビッチ・イビセビッチもある。1984年、ボスニア・ヘルセゴビナに生まれるが、紛争などから2000年に、家族で、スイスに移住。 FC バデンのユースチームに入団するが、わずか10ヶ月で、アメリカのセントルイス大学に留学する。大学在学中にパリ・サンジェルマンからスカウトを受け、以降は、欧州でプレーすることとなる。2007年7月、ドイツの1899ホッフェンハイムに移籍した。2008から09シーズン開幕戦のエネルギーコットブス戦で2得点すると、開幕から3戦連続で得点した。 前半戦17試合のみで、リーグトップの18得点、リーグ2位の7アシストを記録する活躍を見せ、チームの首位ターンに貢献。2008年のボスニア・ヘルツェゴビナ年間、最優秀選手に選ばれた。しかしウィンターブレイク中に行われた練習試合で、右膝十字靭体を負傷し、残りのシーズンを欠場した。前半戦のみの出場ではあったが18ゴールは、 結局リーグ5位の記録となり、シーズン終了後の挙手が注目されたが、ホッフェンハイムと2013年まで契約を延長した。負傷明けということもあり、2009から10シーズンは、開幕から6試合は、得点がなかった。7節のヘルタ・ベルリン戦で、ハットトリックを達成して、シーズン初得点を決めると、2010年2月と4月に、 それぞれ3得点して得点ランキングを駆け上がった。シーズンを通じてのゴール数は12ゴールに減ったが、怪我することなく1シーズン戦い抜いて34試合に出場した。2012年1月、VFB シュトゥットガルトへ2016年シーズン終了までの4年半契約で移籍した。2014年2月10日に行われた FC、アウクスブルク戦でヤン・イングバー、 カールセンブラッカー対する肘打ちで一発退場となり、5試合の出場停止処分を受けた。2015年8月30日、ヘルタ・ベルリンへ完全移籍した。2019年3月16日に行われた、ボルシア・ドルトムント戦で、ドルトムントの GK ロマン・ビュルキに対して、ボールを投げつけて一発退場処分を受け、DFB より3試合の出場停止と罰金の処分を受けた。 2020年9月3日、シャルケレイヨンと契約。契約期間は2021年6月末までの9ヶ月。年俸は推定10万ユーロ。この契約には財政難にあえぐクラブのため、規則上必要な基本給とインセンティブしか受け取らないこととなっている。しかし、同年11月22日、練習中にアシスタントコーチのナウドとの口論が原因で、 同年末限りで契約を解消することで合意した。2014年5月、FIFA ワールドカップのボスニア・ヘルツェゴビナ代表に選ばれ、6月15日、アルゼンチン戦で、同国史上初となる FIFA ワールドカップ本大会でのゴールを記録した。2017年11月、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表を引退することを明らかにした。ありがとうございます。